ーの、兵庫といえば尼崎、尼崎といえば夏みかんちゃん。どうも、夏みかんちゃんです。せーの、はい、ということで、今日は初めての質問コーナーをしていきたいと思います。イエーイ。そしてみんな、YouTube1 万人突破、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。で、どん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 、インスタで質問を募集したので、それをどん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 答えていきたいと思います。ちょっと見るな。はい。絞りたてのうんこ、どういうこと？ね、どういうこと絞りたてのうんこってね、質問コーナー。わかってる？質問コーナー。しりとりしよう、私から。リボン、うんこ、うんっておかしいよね。もうリボンって言っても、うんやん。おかしいやん。もうしりとりちゃうやん。ね。びっくりするわ。みんなちょ、待って、質問コーナーって分かってる？ね、質問コーナー。次、くしゃみ出して。いいよ、くしゃみ？これか。へぇ、ふきちょんぷんておこともておちゃんかんぽんちょんぱん。男ですか女ですか、ちょっと待ってな。女やな。どう見ても女やな。びっくりするわ。ほんま。はい、次。住所は、夏美のお家の住所、兵庫県尼崎、なんで言ったやばいやん、住所ここで言ったらね。やばいやん。もう。ちょ待って。な。質問コーナーってみんなわかってる？質問コーナー。全然質問コーナーでも質問ちゃうやん。全部、全然。ね。人生初めての質問コーナー。ね。もう何もない、夏美。今はもう、うんこ言う、うんこがなんたらかんたら？くしゃみ？女か男か？しりとり？もうリボンの運動終わった？やばいやん。結婚してますか？実は、してま。せん！なっちゃんの身長は、夏みかんの身長は意外と高く見られるんやけど、152センチ。結構ちっちゃいね。いつもだからあったらな。びっくりされる、ね。こんなちっちゃかったんですかってめっちゃびっくりされる。好きなおにぎりの具は、好きなおにぎりの具むずいな。でも絶対今まで人生でいっぱい食べたことあるのは、もう絶対明太子。明太子おにぎりはもう、バリ美味しい。変顔5連発、その後に可愛い顔5連発。忙しいな。3。二、一、ふん、ふ、ふ、ひ、ふ、ふ、へ、かわいい顔。これ待って、ほんまに、これこういうの質問コーナーって。こういうのでいい？質問コーナーって。私は人見知り&コミュ障なので、どうしたらそんなに話せるようになりますかって。これは、夏みかん結構昔からママに言われとったのが、近所のおっちゃんとかおばちゃんとか、その外出たりとか学校とかでもそうやけど、喋らんでいいから挨拶だけはするようにしてた。挨拶をしたらなんか結構意外とコミュニケーションが上がるんかは分からへんけど、もうコミュ障は絶対に取れると思うねん。人見知りもちょっとずつなくなると思うから、無理に話さんでも挨拶をしていったら絶対いいと思う。めっちゃ挨拶するようにしてた。中学の時何部でしたかって、これマジでビビられるけど、夏美、バスケ部の副キャプやってん。バスケの副キャプやってん。こうやってずっとバスケしとってん。もうめっちゃ弱いチームやったけどな。アイプチを成功するには何年かかりましたかって。うわー、でもな、いっちゃん最初はな、もうめっちゃ下手くそやってん。始めた頃、小学5年生ぐらいからずっとアイプチしてんねんけど、その時はめっちゃくっちゃもう下手やってん。でももう毎日やれば、その個人差があると思うけど、でも多分夏海は、夏海は多分な、2年ぐらいから多分。2年ぐらいでもうめっちゃ分からへんぐらいアイプチ上手になった。それ2年って言ってもどれぐらいの頻度でアイプチをするかやと思う。夏みかんとかは特に毎日のようにもうずっとアイプチしとって、もうずっとアイプチ毎日寝る時もやし、学校行く時も。だからもう2年ぐらいでできたけど、でもたまに土日だけとかやったらもっとかかるかもしらへん。でもまた いつかアイプチ動画も出そうと思ってるので、チャンネル、YouTube でアイプチ動画も出そうと思ってるから待っといてください。質問です。特技は何ですか？特技は、特
特技はもう目のリレーできんね。目のリレー、いくで、目のリレー。トゥ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 。できてた？これが特技。小学校の時にこれやったらもうめっちゃもう拍手されてんって、教室でマジでもうみんなにバリ拍手されてん。だからもうずっと今でも自分の中では特技やと思ってる。はい、ファンレターとかいっぱい送ったら迷惑ですか？もう全く迷惑じゃない。もうどん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 、もうどん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 送って、もうどんどんここに送って、もうどん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 。元気の源は何ですかって、もうもうこれは 100% もうみんながくれるコメントとかがで頑張ろうと思える。マジで、あの TikTok とかのコメント欄とか YouTube のコメント欄とかもそうやけど、いやもうほんまにもうみんなの優しいコメントとか、いつも画像とかさ動画とか作ってくれるやん。それを見てマジで、あ、もっと頑張ろうってマジで思える。ほんまにいつもありがとう、みんなマジでありがとう。 TikTok 始めたての頃の思い出は、いや TikTok 始めたての頃の思い出は、な、去年の2019年の7月ぐらいから TikTok 始めて、今で約1年ぐらいか。今2020年の今7月やからちょうど1年か。1年やねんけど、10万人ぐらい、TikTok 始めて10万人ぐらいの時に、初めてスタバで、あの、コップあるやん、コップ。コップにスタバで、みかんちゃん、いつも見てます、頑張ってくださいって書いてくれて、もらった時、もうあれはほんまに今でも忘れられへんぐらいめちゃくちゃ嬉しかった。しかも TikTok 始めるまでは声とかもかけてもらったことがなかったから、もうその時が人生で初めてやってん。スタバので、夏美のことを知ってくれてる、プラスこう頑張ってください、いつも見てます書いてくれたのが初めてやから、もうめっちゃ嬉しい思い出。はい、なっちゃん、髪の毛染めたりしてないの？え、夏美な、髪の毛めっちゃ染めたいねん。何色が似合うと思う？マジで。髪の毛めっちゃ染めたいね。ちょ、みんなコメント欄に何色が似合うか、あの、コメント書いてください。めっちゃ染めたいね、夏美。めっちゃほんまに。1、好きな色は？好きな色はもう赤色と金色。赤色と金色が大好き。好きな言葉は、昨日より今日、今日より明日っていう言葉が大好きで、この、なんでこの言葉が好きかって、夏みかんのママが、いつも昨日よりもたくさん今日いっぱい笑って、今日よりも明日たくさんいっぱい笑って過ごそうねっていうのをずっとちっちゃい頃から言ってくれてたから、昨日よりも今日、今日よりも明日っていう言葉が大好きです。今までできた彼氏は何人？めちゃくちゃめっちゃモテたから、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
姉妹の仲の良さをアピールしてください。え、じゃあ妹、夏美香妹おんねんけど、妹も何回か TikTok とかにも出てたことがあんねんけど、ちょっと妹にじゃあ電話してみようか。今電話してみるわ妹に。いや、夏美がじゃあ妹に愛してるって言うわ。愛してる。もしもし、ピン、夏美のこと好き？うん、大好きやんね。うん、大好きって愛してるって言って。せーの。嫌い。ピン、おかしいでしょ。これ YouTube 今撮ってるよ、質問コーナーで。はい、愛し、もう今12時13分なんですけど今夜中の。こんな非常識な姉どう思いますかねピン、うん、いつも絶対寝てないよね今まだ。もうベッドオンで。うせやん、マジで。ガリうるさかった。で、じゃあ最後愛してるって言って。せーの。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おやすみ。ありがとう、またね、バイバイ。バイバーイ。はーい。いや、かわいいやろ。もうツンデレやね、マジで。ちょ、今夜中の、もう今、夜中の0時14分にちょっと電話しちゃったから、ちょっともう寝かけとったんやけど、かわいいやろ、マジで。はい。ということで、まあ、どんどんなんか大食いしてくださいとか、ASMR してくださいとか、すごいなんか動画とかも、YouTube こんなん撮ってくださいっていうのもめっちゃ来てたから、これからもどん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  YouTube どんなんしてほしいかっていうのもどんどん送ってくれたら嬉しいです。